それでは東尾根から T 字路っていう分岐、ここからね中沢の源流に分け入ります。他に道もないしね、まあ、でもいや踏み跡しっかりしてますよ、うん、これでね沢っぽいとこに出りゃもうそれで正解なんですよ。沢沿いに歩くのはね登山としてはねやっちゃいけないっていう話なんですが、いやこのね三浦アルプスに限ってはね変な滝とかないっていうのはもう事前に分かってるんでね、結構ねそうやって沢歩きを楽しむって方が多いんでね、私も今日はそれが目的で来たんでね、あこれはねちゃんと道になってますね。ちょっと荒っぽいですがね、これはねそれなりに人は通ってるような感じですよ。本当今の季節で良かったですね。これがねもっと進んでね夏になるとねやぶやぶになって話になんないですからね、もう本当にねブッシュナイフで切り開きながらって話になっちゃいますよ。それにねやぶだけじゃなくてね虫蜂もねなんかブンブン出るって話ですからね。あなんだここら辺に来ると普通に道っぽくなりましたね。そこの倒木のあたりからねなんかこの脇水が出てるんですよね。そうするとここ森戸川の源流でしょうね、うん、流れてますよ川だね。あなるほど、じゃあこれ伝っていけば無事に行けますね。どんどんね川っぽくなってますね。いやいいですよいいですよ。まだねまだ道があるんでね普通にこのブーツですけどね、いやここから先地図が正しければねもう川の中歩くしかないみたいになってきますね。こりゃもうぼちぼち履き替えるか。こっから先はね洒落た靴じゃ無理なんで、もう普通にねもうゴム長ですよ。もうこれは最強ですよ。ではここからもう本当に沢歩き始まります。いつもこういうところね歩くときは足を濡らさないように濡らさないようにってですけどね、もう本当にゴム長靴っていうのはもうどうってことはないでしょう。もう戦車でいやもうキャタピラみたいなもんですからね、うん、もう本当こうよいしょ、いやもうしょうがないね、うん、いやもう本当これでいこう、これでよいしょよいしょよっ、うん、倒木だよ。ちょっとあっちにねこの迂回路みたいなのあんでそっち行くか。いやいい感じに水流れてますね。ねえ、うん、よいしょ。いやそこがねあんなにね木でわちゃわちゃしなきゃあっち側行ったんですけどね、まあしょうがない。あいいね、うん、とにかく沢沿いに行ってりゃ大丈夫ですよね。あおおちゃんとねありますね縦札ルートは合ってますよ。あここあれ分岐ですよ。ん左から田浦千元山森戸林道って書いてありますね。こっち行くと要するに千元山なんですね。じゃあこっちですよ。今日はねその森戸林道の終点のとこがそこからねまた普通にね道をこの山歩きってわけでしてね。いや本当にこの靴袋がガサガサ言ってすみません、もうこれはどうしようもならないんでね。私のね最初の予想だとねもっとねこうさーっとね渓流が流れてると思ったんですけどね、いやここはまあこれはこれでいいんですけどね、いやもうちょいね勢いがあってもなってね、しかし本当に足場がちょっと本当によっ悪いですね、うん、まあまたどうせ川の中歩かなきゃいけないんでしょうけど、あっちにもなんか道がつながってますね。左の方はあちょっとこれ歩いていくのはなんですね。じゃあこの道に行くしかないか。これちゃんとね道も同じように左にあ行ってるね。じゃあ大丈夫だ。いやなんだかんだで、ね、うん歩きやすいっちゃ歩きやすいけど、いや足元これですからね。いや本当にね防水の靴がやっぱりいります。本当にゴム長も持ってきて正解ですよ。普通にロングブーツとかね、ニーハイブーツって言ってもファッション用ってのはね防水性ないですからね、すぐにねこの縫い目とかそういうとこから染みてくんですよ。
だからね、こう何雨の中とか水たまりでもね、ブーツだから平気だろうと思ったら、いやいやいや、普通にね、靴の中スニーカーみたいにびしょびしょになっちゃうんですよ。ですからね、そういうこの雨だの、この泥の中だの行くときは本当にね、それ専用のなんつうか防水のね、こう靴じゃないとダメなんですよね。まあ乗馬用のね、うん、重馬場用のゴムチョーカーですか、あれはいいんですけどね。でもあれ滑るんですよね、そこがツルツルでね。よいしょ、うん、あ、こっからまた川だな。沢歩きをするって言ってもね、丹沢の方とかで結構ね、水が深かったり流れが強かったりしますからね。でもこの三浦アルプスのね、この森戸川の源流だったら、まあ今のところね、全然問題ないですね。まあ、深いと言ってもね、うん、この程度ですからね。よいしょ。確かにこれ本当にゴム長がないとね、話になりませんわ。前方に、これは倒木じゃなくて橋か。じゃあ一回岸に上がるしかないんだな。あ、そこから上がれんな。本当これはね、ワイルドの極みですよ。なんだ、あっちに道あったのか。まあなんだかんだこう水の中歩いてきましたよ。大丈夫かこれ。あ、でも踏んだ感じはね結構、うん、あ、いやしっかり、いやちょっと心細いですね。なんかこれやばそうな。あ、でも抜けましたよ。うん、ここは一人ずつ渡った方がいいかもしれませんね。うん、よし、まあ、道があんなら道で行こう。さて、はい、こんにちは、どうも。こんにちは。先行ってください。行ってください。ありがとうございます。はい。よいしょ。ここも分岐か。ちょっと地図見るか。こっちに行っちゃうと、中尾根って方に出るんで、そっちは違いますね。あ、振り返ったら、ちゃんとこっちに縦札ありますよ。うん、これはじゃあこっち左でいいんです。これをずんずん行きます。道迷い地帯と言ってもね、まあ、それなりに注意して考えながら進んでれば、いやそんなにねやばいってわけじゃないですね。あ、またここで川の中降りるのか。うん、でここでまた渡ると、いやだからこういうね、こう渡ってこの入ったりとか、こういうのでね、こういう時に変に迷っちゃったりするんですかね。ね、ほんとこう、もう倒木がこのまんまですからね。うん。こういうのもそうですよね。こうやって倒木で倒れてるからダメな道なんだって、まあ、判断しちゃったりとか、慣れてないとありますからね。いや、ここ、今こうやってね、気温が強そう、強強20度いかなくてね、しかも乾いてるんでいいんですけどね。あ、こういうのあるってことは道間違ってないですね。これがね、夏休みでちょっとやってやろうっていうと、いやここら辺は潤いが強すぎて蒸し暑くてね、ちょっとバテちゃうかもしれないですね。水、喉乾いてもね、ちょっとね生水飲むのはなんですからね。しかし歩きやすいな、まあ、途中ね沢に降りなきゃいけなかったりするのはともかく、いやそういうのを、そういうのもまあいいとしてもね、うん、そんな難所は特にないですね、今のところ。最初の尾根に登るまでが登山で、あとはもう探検というか、山歩きというか、まあ、森林浴ですね、これね。まあ、人によったら、ね、ずっとこんな、なんて見通しの効かない森の中行くのね、なんか鬱陶しくて嫌だとか、そういう人もいるんでしょうけど、私こういう方が好きなんでね。富士山みたいにね、森林限界突破して岩がゴロゴロってとこあんまり好きじゃないんですよ。それよりはね、こうやってね、その水と潤いとね、緑の中行く方が好きなんでね。いや本当にここはエルフ、そう、エルフがいるようなとこですよね。森戸川の源流、滝があるって言ってもね、まあ、こんな具合なんですよ。これはこれで味がありますね。まあ、高さにしても1メートルくらいですか。まあ、脇にね、ちゃんとこう、迂回路もあるんで、どうにかなります。あ、やっとこれにでちょろちょろ水の音
ウグイスの声、最高です。いや、こういうところに注意しないとね、滑りますからね。よいしょ。あ、でも大丈夫だな。いや、ほんとゴム長靴ってね、そこが割とね、滑り止めで柔らかくなってるんでね、割といけますよ。おお、これは、いやー、いい感じ、いい感じ。こっからも水が染み出してますね。こっちにまた道があると言ってもまたね、どうしようかな。もうしばらく行くか。ここはそこそこ手頃ですからね。ゴールデンウィークとかそういうちょうど季節のいい時なんかね、あと秋のシルバーウィークですか。いやー、なんかお子さん連れで、なんか家族連れで来てもって感じですよね。でももしそんな時にここ来ても、まあ、人は少ないと思うんですよ、こんな具合ですからね。逆にお子さんの方がはっちゃくちゃってね、父ちゃん母ちゃんが、おい、ちょっと待ってくれよ、ちょっとこんなとこってヘトヘトになっちゃうかもしれませんよ。まあ、地元の人はね、ともかくね、地元でね、ない人にとっちゃ、もうここはね、なんかすごい秘境みたいに見えますからね、なんか探検ごっこみたいに感じちゃいますからね。こりゃね、子供テンション上がりますよ。まあ、上がりすぎてね、ちょっと不注意になってここですっ転んだりとか、ね、ぶつけたりとか、まあ、そういうのがあるからね、そこもほどほどにしなきゃいけませんね。ここのところね、少々雨が降ってたんでね、いや、こういう川のとこちょっと増水してて無理かなとね、そういった思いもあったんですけどね、実際来てみたらまあそんなんでもないですね。むしろちょうどいい感じですよ。これがやっぱり台風の後とかそういうんだとまずいんでしょうけどね。丹沢あたりだとね、雨の後と水がねゴーゴーとね景気よく流れてるんですけど、本当ここはね優しいですね。ここはちょっと行けるかって言っても、あ、どっちにしろ、川取んなきゃいけないんだね。まあいいや、こっちどうせゴム長だ。この深さだと、あ、大丈夫だな、いけるいける。よいしょ。いや、ほんとね、ゴム長最強です。またこっちか、またね、降りるの大変だからな。このまま行っちゃおう。いらっしゃる方もちゃんといます。遭難事故多発してます。注意せよ。そうなんですよね。ここは道迷いエリアですからね。まあ、とりあえずね、ここ前から人が来たってことは道大丈夫ですからね。もっとちょろちょろ水の音がしてくれてるといいんですがね。鳥の声はかすかにするんですけど。いやー、キラ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 。美しいですな。立派な橋が架かってますが、こっちにもまた道が、何？ああ、駅に行けんのか。なんか書いてあるのか、他には。なるほどね。あそこにも縦札あるな。山火事通報ナンバー40番。なるほど。こういうのがあるってことは、道はちゃんとしてるってことですよ。あそこに、あ、振り返れば、ここにもね、縦札がありますね。ね、もう、うなぎ淵ってんですか、これ。まあ、とにかくずっと歩いてきましたよ。森戸川、そうですね。森戸川林道の終点は、こっちですからね。